よほ皆さんこんにちは、 GGG チャンネルの味噌汁です。今日もご視聴ありがとうございます。ということで本日はファイナルファンタジー9の実況をしていきたいと思います。いつもはですね配信でやっているんですが、なかなか生配信の時間が取れないので、今日からは動画でやっていきたいと思います。今までね生放送見てくれた方、よかったら動画も見てくれると嬉しいです。噛んじゃった。そして前回なんですけど、スタイナーがちょっと寝返ったところというか、その味方にねなったところの配信がちょうどなんかこう YouTube の設定ミスでアーカイブがちょっと残んなくて、その場面がなくなっちゃったんですけど、 URL 下記に貼っておくんで、もしかしたらそれで見れるかもしれません。前回の動画見てないよって方はそちらをチェックしてみてください。本日は、ガーネットが逃げてきて、召喚獣ラムーの試練を受けるところから始めていきたいと思います。どうやらこのフィールドの中になんかいろんなラムーの仕掛けがあるみたいですね。ちょっとやっていきましょう。いた。昔33の小国が帝国と争った頃、町で娘と二人暮らしをしていたヨーゼフという男に反乱軍の招待が助けを求めた。招待に恩のあったヨーゼフは快く引き受け、一同は雪原の洞窟を目指した。発端の話だ。残るは4種となる。おお、発端の話。ほうほうほう。次はどこぞ。お、宝箱の前にいた。いきますね。帝国の城に潜入するため、女神のベルを探していた正体は、ヨーゼフの助けのおかげで雪原の洞窟の奥でアダマンタイマイアダマンタイマイ、なんかタイマイ感あるね、タイの米タイマイを倒しベルの入手に成功する。協力の話だ。残るは3種となる。これなんかさ、前回やった時になんか順番に並べるんじゃなかったっけ。私ちょっと国語力弱いからやばい気がする。うまくいかない気がする。いた。その帰り、一同は裏切り者暴言の罠にはまるが、ヨーゼフの犠牲により脱する。だが町に戻った正体は、父の帰りを信じて待つヨーゼフの娘ネリーに何も語らず黙って去ったという。沈黙の話と残るは2種となる。ちょっと待って待って待って、全然頭に入っていないけど大丈夫、カミカミだわ。お、降りたら戻れないと思うけど、宝箱よこしょ。おーしよしよしよし、いいだろう。じゃあもう一周してまた同じところに戻ります。あ、いた。我が分身は5人、あと2人残っている。諦めてない諦めてない。あ、小出口なんだ。じゃあ他探しに行きますね。お、モーグリの奥にいました、ラム。後世の歴史家は分析する。落石を裏切り者の罠とした彼らの報告は過ちを隠す偽り。娘に黙って去った行動が奴らの後ろめたい立場を示す。英雄もまた人であったことを表す話と。人間の話だ。残るは1種。さあ残る1種、もう話が9割9分9厘飛んでいる。どこだ。お、後世の歴史は分岐…あれこれあれ今のあれあれ飛ばしちゃった、やばい。今の絶対最後の話じゃん。あれ違う。え、やばい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 、もうついていけてない、この展開についていけてない私。でどこに行くんだ。なんかあそこにいたね、なんか出口のところにラムーさんね。あそこに行けばいいのかな。5人を見つけたようだな。では物語を作ってもらおう。やべえ、英雄の話最後のやつ全然聞いてなかった。きっとね2番目だよ。あ、ただし物語は4つで成り立つ。え、行きます。物語の始まりはどれ。昔33の小国が帝国で争った頃、娘で、町で娘と触れるヨーゼフ。発端でしょ、最初だもんね。帝国の城に潜入するため、女神のベルを探していた正体をヨーゼフの助けのおかげで、雪原の洞窟の奥でアダマンタイマイを、タイマイは、沈黙か協力なんすわ。協力。その帰り、一度は裏切り者暴言の罠にはまるが、ヨーゼフの犠牲により脱する。だが町に戻った正体は、父の帰りを信じて待つヨーゼフの娘ネリに何度も語らず黙って去ったという。これは
語らずだから沈黙じゃんね。あ、これ人間や。後世の歴史家は分析する。落石を裏切り者の罠とした彼らの報告を過ちを隠す偽り、娘に黙って去った行動が彼らの後ろめたい立場を示す、英雄もまた人であったと。人間の話。発端、協力、沈黙、人間。い、一つ聞きたいことがある。何故この勇者の物語の締めくくりを人間としたのか。人や民が語り続ける人物の備える要素の一つは親近感だと思います。人として悩む振る舞いを残したからこそ、陶器時代からの伝承に残るほどの勇者になったのだと思いました。そなた自身がどう考えたかのを聞きたいのだ。私ですか。今は国を離れていますが、城の者、民のことを忘れたことは。そなたの魂は張り裂けんばかりに緊張しておるな。召喚魔法になることで少しでも和らげることができるのなら、我が魂をそなたに預けよう。ありがとうございます。道は一つではなく、どの道を行くかはそなた自身が選ぶということを忘れぬようにな。あ、手に入れた。これできっと強くなれる。さあ、リンドブルムに行きましょう。強くなれるよ。じいさん、もういないのか。どうしたの。何のためにあんなことをさせたのか聞きたくってさ。人間だの英雄的だの、どっちも後のやつらが勝手に言ってるだけだろ。うまく言えないけどさ、その時そいつらが選んだことに後で意味付け足しても仕方なくないか。おじいさんはお姉ちゃんがどっちを選んでも力になってくれたんじゃないのかな。なんとなくそんな気がしたんだ。ゼータン、ビビ、早く行きましょう。元気や。その通りだ。後世や周りの者が何と言おうと大切なことは素直な心なのだ。彼女は気づいておらんかもしれんが、召喚魔法を使いたいと心から願い、我が分身を探した過程で本来の召喚の力を取り戻したようだ。おお、召喚魔法は使い方次第で神にも悪魔にもなる。考え方は固まったが、望みはあるということ、故に我が主としたのだ。幾つへ見守らせてもらうが、そなたたちの存在、彼女の中で小さくない。我が主のことをよろしく頼むぞ。おお、ああ、任せときな。なんといういい話。見て、リンドブルム城よ。お城だ。今すぐ降りる。もうこひとところにはとどまらない。もう今すぐ降りる。ジタン、私、召喚魔法をみんなのために使いたい。ああ、ナガーならきっとできるさ。チタン、あれ、なんだ、何があるんだ。あれはレッドローズ。あの光はテレポット？城内に直接クロマドースたちを送り込んでるんだ。
クレイラはその後召喚魔法でとどめを刺された。そんな、お母様。お母様やばい。セイさん、やばい。静かだな。なんてひどいことを。お母さん、リンドブルームにまで手を出すなんて。マジか。気を抜くなよ、奴らまだいるかもしれないからな。ビビ、お前はこの辺に隠れてろ。怖いよ、僕そんなの嫌だよ。アレクサンドリア兵がここにいるんだ。クロマ同士のお前がうろちょろしちゃまずいだろ。そんなにビビるなよ、すぐ戻ってくるからさ。ごめん、待っててね、ビビ。うん、わかった。でも、本当にすぐ戻ってきてよ。かわいそう。そいつだって生きてるんだぜ。こいつが生きてるだって。ああ、今はブラネに操られているだけさ。クロマドスだって俺たちと同じように生きてるんだ。口から出まかせを言うな。人の格好はしているが、そんなのは見た目だけば。あの人を人と思わねえ破壊の仕方、まるで俺たちを建物の一部としか見てねえような。こいつらこそ俺たちのことを生きてるなんて思ってねえんだ。この国の者たちはまだ理解できてないようですね。シド大公は負けたのです。現実を受け止めたらどうですか。とりあえず城に行かないとね、いけない感じだよね。これ駅じゃなかった？え、これ駅じゃなかった？飛行中のエアキャブはことごとく打ち殺されてしまった。お客さん何も罪ないのに。え、マジか。そこに誰かいるのか。何も見えないんだよ。クロマ同士に目をやられてね。孫がもうすぐ生まれるというのに顔が見れると思うと悲しくてね。マジか。工場区は完全に壊滅。商業区、劇場街もひどい状態です。兵員を復興作業に回そう。一日も早く民の暮らしを取り戻すのだ。わかりました。オルベルダ様。ガーネット姫、チタン殿、よくぞご無事で。シド王子様は、太后殿下は無事なの？ご安心くだされ、城は攻撃を免れたのです。太后殿下は怪我一つしておられませんぞ。よかった。さあ、殿下のもとへご案内いたしましょう。
お戻りになりましたぞ。シドおじ様。おお、ガーネット姫無事であったか、ブラネに捕まったかと心配していたぶり。ジタンたちが助けてくれました。礼を言うぶり、ジタン。でも、私たちを城から逃がすために、フライヤさん、スタイナーさん、スタイナーとベアトリクスが城に残ることになってしまって、私…お、音に聞こえたあのベアトリクスが、あの者が一緒ならば、きっと皆無事だろうぶり。俺もそう思うぜ、だが、城をちょっと離れるだけのつもりが、ピナックルロックスまで出てきちまったけど、あいつらに限って滅多なことではやられないって。ピナックル、おお、ガルガントか。ああ、詳しいな。こう見えても一国を預かる立場、周辺の情報収集は怠っておらんぶりよ。はあ、だがいかに情報を集めようとも、それを使う者が愚かではどうしようもないぶり。事前の調べでブラネ女王が召喚獣の力を手に入れようとしていたことは分かっていたぶりよ。しかし、わしは召喚獣の力を侮っておったぶり、あれほど凄まじいものとは思いもよらなかったぶり。わしがこのような姿なのは道理というものかもしれんぶり。でも降伏したのは正しかったと思うぜ。抵抗した挙句、クレイラは消えちまったしな。私は何と言えば、これから何をすれば。おい、まだ動いている黒魔導士兵がいたぞ。気をつけろよ、黒魔法を使うかもしれん。ああ、なんだこいつ、他のより小さいな。話して、痛いよ、僕は違うんだって。まさか。住民に暴行を受けていた黒魔導士兵を保護しました。違うのに。どうしましょう、アレクサンドリアに引き渡しますか。指導士様、下がってよい。リビ殿は黒魔導士兵ではない。黒魔導士の格好をしているが、それは敵を欺くため味方である。そうでありましたか。それは大変失礼しました。ブラネ女王に関する情報は召喚獣だけではないぶり。この一連の戦争の裏にクジャと名乗る謎の武器商人が絡んでいるぶり。クジャは高度な魔法技術を用いた装置や兵器をブラネに供給しているぶり。お母様に。うむ、黒魔導士兵もその一つぶり。トレノでクジャを見かけたというものの話によれば、クジャは北の空より銀色の竜に乗って現れるそうです。ってことは、ブルメシアで見たあいつが北の空ということから、クジャの根城は外側の大陸にあると思われます。外側の大陸。世界にはまだ未開の大陸がいくつもあるんだ。外側の大陸ってのは、この霧の大陸の北にある未知の大陸のことさ。外側の大陸に魔法を操る種族がいるのは分からんが、いるかは分からんが、ブラネに武器を供給しているのはクジャ一人のようでぶり。私が城で見た人物も、多分そのクジャと名乗る者、その人がお母様をたぶらかしているのかもしれません。クジャさえいなくなれば。理解が早いぶり。クジャを倒せば武器が供給されなくなり、ブラネの力は弱まる。その時が反撃の好機ぶり。クジャ、諸悪の根源を潰すってことか。そうです、たとえブラネを倒せたとしても、いずれクジャは新しい取引先を見つけるでしょう。母が犯した罪は重い。でもそのおかげでクジャが動いていたのなら、私はクジャを許さない。でも今はスタイナーたちを助けなければ。いかんせんわしはこの通り動きが取れん。なあ、だがさっきも言ったろ、あいつらなら大丈夫だって。
況は神々だ。ブルメシア1の竜騎士とアレクサンドリアの女将軍とあのおっさんが一緒なんだ。向かうところ敵なしさ。それにダガー一人じゃない、俺もついてるぜ。クジャを探します。僕も行ってみたい。この大陸にはもういられないから。よし、これで決まりだ。クジャの根城、根性、クジャの根性を叩き直してやろうぜ。リンドブルムで一番早い飛空艇を用意してくれないか。残念だが、霧はこの霧の大陸にしか存在しない。海を越えることはできないブリよ。じゃあ霧なしで飛べるっていう新型飛空艇はどうなんだ。まだできてないのか。まだブリ、プラネに取り押されている手が出せんブリ。降伏地に出された条件は2つあったブリ。1つは新型飛空艇の接収、もう1つは天竜の爪の引き渡しぶり。新型飛空艇は分かるとしても、何だってあんな石ころも欲しがったんだ。それはわしにもさっぱりぶり。仕方ないな、船で我慢しよう。そうだね、それもぶりぶり。ああ、何なんだ、まさか泳いで行けってんじゃん。いや、もう一つ手段があるぶり。なんだなんだ。この城の北にある沼にかつての採掘場があるブリ。その採掘場近辺にはこの大陸に生息しないはずのモンスターが現れるブリよ。採掘中に見つかった大きな空洞を突き進むと海をくぐって別の大陸に出るという噂もあるブリ。その穴が外側の大陸に。雲をつかむような話だな。本当にそこから行けるのか。確証はないブリ。行ってみなきゃわからねえってことか。まあいい、わからねえ方が楽しみが増えるな。前向き時短好き。はい、ということで。僕は待ってるよ、時短。僕の分も支度してきて。悲しいぶり、ぶりぶり、悲しいぶり。なるほど、ここで身支度をしとけってことですね。ということで今日のね、月末は結構凄惨な感じになってしまったんですけれども、動画は本日はここまででございます。次回はですね、身支度を整えた上で、霧の大陸を抜けて新しい大陸に向かって歩いていこうと思います。話がどんどん重くなってきます。果たして明るい未来が待っているのでしょうか。次回お楽しみに。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。面白かったよって方、よかったら高評価よろしくお願いします。そしてぜひコメントもよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた見てください。じゃあね。